藤波五一は日本の医学者、放射線科医。1880年愛知県名古屋市生まれ。岡山医学専門学校卒業後、同校の病理学教室に入る。1908年よりウィーン大学に留学し、レント弦学を学ぶ。1912年に帰国して順天堂院レント弦課長となり、1920年からは、 慶応義塾大学の教授を務めた。レント原学の第一人者で、温泉学、医学史の分野においても、数多くの業績を残している。孔一は、偉人や著名人の墓を訪ね歩く倉庫家活動を趣味とし、同行団体の東京名簿検証会を設立したほどであった。妻の和子も、同会の機関紙「倉庫家の編集を手伝ううちに影響されて倉庫家に、 没頭していき、火事の合間を縫って、東京の諸寺院をめぐり、各個人の墓を調査するようになり、1940年には、その成果をまとめた、東京倉庫記録を出版するに至った。同書は593時百4 7 7名を収録しており、以後も再販が繰り返されている名著である。合一とはこの墓所は、北井寺と玉霊園にある。AB 森二千四 P77 読売新聞1938 P2 AB 読売新聞1940 P7 東京の墓地霊園の巻東京都立図書館2019年7月7日閲覧1973年八木書店から1982年俗日本史跡協会総書として東京大学出版会から2000年 日本人物情報体系第57巻に収録、明星社から、2019年7月7日閲覧。佐藤2019、P55、藤並剛一歴史が眠る玉霊園、2020年3月2日、閲覧。ありがとうございます。